すみません、試合の感想からお願いします。感想、まあやりたいことは一応できたかなとは思います。ただやっぱ印象悪かったですね。試合前、内田選手の塩漬けを、まあ、随分経過してましたけど、はあ、今日のつけられ方はどれくらいだったと思いますか？今日けど背中まではつけられなかったなと思って、あの状態だと相手が疲れてくれるかなと思って、まあけどやっぱダメでしたねけど成長はだいぶできたと思います。まあまた頑張って半年後にはまた全然違う姿を見せると思います。スプリットの判定っていうその判定結果についてはどう思われますか？まあ正直絶対勝ったとは思いました。あの聞かせたなっていうのはあったけど、けどもう負けは負けなんで、もうすげえ悔しいけどまた出直して頑張るしかない。